僕らは今ですね、ただいま午後の3時21分ね、僕らは今このキングファミリー、このキングファミリー福井雨水店に来ております。今日はね、半額セールということで、しかも店の中のものが全部 50% 引きということでね、この日本全国国民の主婦ね、主婦、お年寄り、マダム、ほんでオバタリアン、そういった人たちがこの店の中で争っておりますね。本当に国民の 女どもって本当にね、半額に弱いですね。ろくに全部服も着ないのに、半額半額と言いつつ服はたくさん買いまくる、どうしようもない人種です。どう思いますよ、このね、この世の中に女どもがいるんでしょうかね。で、私もね、気に入った服があったんで何着か買いましたね。今日私夜から仕事で時間がないというのに、あの二人はどうしようもないね。ね、あの二人は服を買い漁ってますよ。半額半額言うて嬉しい顔していって、ね、お金があれば買いまくる。ね、国民世の女性たちはなんで衝動買いをするんでしょうか。僕にはね、全く理解できません。そんなたくさん買ってもね、服着ねえだろうが。考えるこのボケのすごい。ということで、こちらで、こちらキングファミリー福井雨水店をご紹介しました。皆さんもくれぐれも安いからといって何でも買って衝動買いには気をつけてください。Peace. Bye-bye.